ええー、ねん、今だからな、とりあえずまたな。あ、お前逃げるんや。そういう風に、あ、切るわこいつ、おもんな。そういうところやぞ、日韓ランク外な。確かに。そういうところな。やってることが中学生やねん。でもやだ。パパでしょ、あれで。パパでしょ、あれで。あんな大人にはなっちゃダメだぞ、みんな。ほんとそう。みんなそうだからね、マジで見てるでしょ。ああ。無理せやから。ちょっともう、ちょっと喋って、俺も抜けるわ、一回。ちょっと休憩や。うん。疲れた。はーいって。ゆうたちは今日どういうスケジュールで行くの？ここからもノンストップで行く？いや、僕は12時過ぎまでしかやらないですよ、基本的に。いつもそれで、あの、ジョイマン連れててもらってもうやめてるんで。そんな強えの？いや、今日は、でも俺もう今日満足なんですよね。日韓もう37位まで来ちゃってるんで、もう。いや、怖い怖い怖い、マジで。だって日韓だって乗れてたら別にもう何でもいいんで。ゆうたち日韓、37位で何球ぐらい、投げていただいてんの？え、今、多分150球ぐらいじゃないかな。だけど、最近やっぱ200球ぐらいないと乗れなくね？いや、別に、でも100、あ、じゃあ190球言ってたらごめん。ああ、もういけるか。うん、もういけるよ。怖っ。怖い。別にいいや、俺もドッと豊島がいたらもう鶏鳴いてるみたいでうるさくて起きてたけど、なんかそう、豊島抜けた瞬間に眠くなってきたわ。害虫みたいに言うなよ、お前は。土屋も若干眠くなったでしょ、土、豊島が抜けて。わかるよ、その感じ。わかるよね。あいつ、目覚まし時計に最適だよな。うん。ね。いや、でも面白い方やね。うん。いや、いいやつやね。うん。いいやつにはもういじりすぎやけどね。あいつはいじればいじるほど、仕上がって。味が出んの。そう。大根と一緒や、おでんに浸した大根も、な、もう、どん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 火かけて時間かけていけばいくほど、いいもんが出来上がる。あ、そう。全然興味あるお前。そうなんや。お前、X さんがコメントでなんか喋ってた時、その態度取れ、ずっとこれから。いや、俺たまに普通にこうやってゲームしてんだよ。いやー、どうしよう。X さんにゲームなったらどっか行くもんな、絶対。いや、それそうでしょ。誰だって、そんな、行けちゃう。当たり前でしょ、そんな。へぇー。よし、じゃあ、そろそろ俺もじゃあ一回一人になって休憩しようかな。休憩って配信やめようと。寝転がってお前寝るだけやろ。寝るだけって当たり前や、お前。俺12時間25分配信やっとんのやど。俺土やるよ、今日配信時間長いんじゃん、正直。そうだね。やろ、昨日も11時間やってんだぜ。行かれてるだろ、マジで。すごいね。全然興味ない。だからそれはまあ言うのはダサいと思うけど、俺は。すごいよねって自分で言う男は。言うのはちょっとダサい、ね。そう。すごいって言ってる。女の子とかできた時も自慢ばっかするんじゃない、うん、俺こうやってやったぜ。それは1位だぜ。いやいや、女の子は、なので、じゃあ、あなたに教えてあげる。どうやったらモテるかって、自分がベラベラ喋るんじゃなくて、会話を引き出すのが本当のモテる男。あなたも絶対逆じゃん。自分の自慢ばっかりだったら、日韓今日何だったよとかさ。何件か。でもちょっと一つだけ聞きたいことあるんやけどさ、土屋くん、ブレイキングダウン出てから、やっぱモテた？いや。特に、ね。ボロボロに負けてたもんな、お前。いや、でも負けてやろう、負けてようとさ、ああいうでかい舞台出てさ、やっぱ知名度高くなってさ、やっぱモテることってないんかなと思って。絶対だって、ね、やる人が良かった。やっぱりさ、例えばさ、勝ってもさ、よくわかんない奴ら同士でやってもそんな人気ないじゃん。やる人が運営とだったから、知名度はやっぱ他の人よりは全然あると思う。そう、だから戦ったっていうのはコンテンツに出れたところがマジですごいからな。うん。マジですごい。しかも爪痕も結構残したよな。まあ、いい意味で。うん。いや、でもプラスはなんかどっちなの？俺、ディスったい、弱く、なんか、うるさい。いや、だから行動力に関してはすごくね、だって俺わざわざさ、ブレイキングダウンのアプリをダウンロードして、本編ではカットされた未公開の映像ちゃんと見てるからね、土屋の。うん。めっちゃ好きやん。課金してんだからね。課金して、見てんだからね。めっちゃ好きやん。そう。で、違法アップロードダメって言われてんのに、お前なんか YouTube で取り扱ってなかった？未公開のシーンかどっか。言わなくていいよ、これ。いや、言わない。何ビビってんねん、ちょっと、お前。あれはいいんだよ、これはね。うん。出演者はいいんやな。そう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 。あと許可がね、運営の。ああ。いやけど、ほんま行動力はすごいし、爪痕も残したけど、やっぱ格闘技においての結果がちょっと、出てたら完璧やったよ。一回やろうよ、プロソロ、俺マジで。X さんのね、SP さんがジム持ってるらしいから、ほんとやろうよ、一回マジで。お前強いん、ガチで。強いか弱いかじゃなくて、そこでわかるじゃん。
そこでもしかしたら、うわ、こんなに弱いの、俺より弱いやんってなるかもしれないし、あ、土屋、あ、やっぱ強いんだってなるかもしれない。わかんないじゃん、それは。じゃあ土屋、ソロワンの全国大会でフラッシュアンダーで日本一かけて戦おうや。何の話してんの今、そんな話してないよね。いえ、お前の得意分野に俺をいざなうなよ。俺だってじゃあ得意分野っぽいよ。もうでも、お前より凄いやつ出てんじゃん、出てへんの。結局、今。いや、いるよ、そりゃ。あ、いるんや、やっぱり。いる、いる。そりゃ、だって、俺がソロワンやってた時なんて、フラッシュアンダーは、小学6年生ぐらいで開発されたんだぜ。でも。結構もうレジェンドなんやろ。だってソロバンの会で、あの、界隈では。いや、そうだよ。レジェンドになってて、うん、これで、あの、たまに女の子の店行って、ソロバンやってるっていう話を女の子がね、してたらさ、うん、俺日本一は出てたらもう、キャーってなるもんな。でも恥ずかしいと思うよ。そのなんか飲みに行ったりとかさ、うん、まあ俺、ソロバン日本一取ったことあるんだよね。でもそう、あ、そうなんだ、しか言われへん、絶対に。いや、フラッシュアンダー見せたらすごーいって言われるよ。でもフラッシュアンダーがすごーいってだけであって別にお前に対して別に干渉ないわけやん。いやけどいろいろ質問されてそれに答えてると自然となんかそういうことになるわけよ。ああ。何のお仕事されてんですか？あ、TikTok かやってます。え、TikTok かって何すか？いや、配信してます。え、なんで配信者になったんですか？いや、そろばん日本一取りまして、ええー、っていう。ああ。でも多分そこで終わると思う。いや、俺はもうそっから会話広げるプロだから。うん。広げれんの？お前ただただそういう下の方走るだけやろ。お前、シモ大好きやもんな、絶対。まあな。シモでしかないやん。顔がシモやん。黙れや。いじめ嫌がらせのプロやな、お前。じゃあ、だってそうじゃない。多分みんな見てもそうやと思うよ。多分こいつ裏では多分ほんまにシモの王様やと思う、俺は。昔後輩に注意されたと思うな。あの、後輩の女性と、あと、後輩の、男の子と俺で飲んでる時に、吉本さん、シモ言い過ぎっすよ、って。本当にやっぱ言われるんや。けど最近は TikTok のおかげで全然シモなくても喋れるようになったよ。あ、分かる。シモあったらバンされる。分かる？そっちは分かる？俺もそうだ。暴言言わなくなったもん。うん。なんか TikTok によって強制されていくよね、会話が。あー、でも俺も喋り方変わったかもしれんね。うん。その悪かったもん。うん。ガチでなんか言ったらあかんセリフっていうのを言わずに濁したりとか、ぼかしたりとか、うん、違う表現に変えて喋れるようになった点は。TikTok に感謝するよね。いや、とりあえず俺は謎版だけはどうにかやめてほしい、マジで。謎 BA ね。あともうちょっと緩くしてほしい。わかる。ちょっと。うん。あと俺思うねんけど、下ネタとかあったら多分めっちゃ盛り上がると思うんやな。いや、そりゃそうだろ。あるわ。じゃあ YouTube ライブぐらい緩くしてほしいわ。YouTube ライブなんて何やっても BA なんてないんだから。タバコ吸っても OK はマジでいいよね。そうやな。タバコ吸っても OK やろ。あ、YouTube ライブはいいんじゃないかな。だって警告も何も来たことないで一回も。せえへんやん、お前。お前したと思ったらさ、カラオケで下ネタ言ってた話やったやん。え？なんだって。カラオケで下ネタ言ってたやん、お前。俺？うん。YouTube ライブで？うん。めっちゃ下ネタしか喋ってへんかったね、お前。そうやで、YouTube ライブ BN されてもどうでもいいって思ってたよね。BN されたら投稿とかできんのちゃうの？ YouTube？ うん。あー、けど、ほんまに、なんか、警察に捕まるぐらいの重大なインシデントを起こしたら、BN されるけど、うん。うん、そこまでの、その、でかいやつまでいかなかった。まず、そもそもチャンネル登録者がやっぱり、10万、20万とかでかくて、再生回数もめちゃくちゃ回ってるっていう状況じゃなければ、まず目つけられへんな。でもさ、なんかこれ言っていいかわからんけど、YouTube マジで終わったと思うわ。YouTube 最近、な、ほんま。いや、もう TikTok が収益化されてからも、多分あかんと思うわ。確かに。もう TikTok の時代やんな、正直な。完全 TikTok じゃない。うん。だって俺、昔ヒカルさんの動画めっちゃ好きで見てたけど、最近全然見えひんもんな。俺も見えひんかも。なんか最近あの、若者めじめて楽しいからのあの、本田祐介くんしか見えひん。令和の虎の。最近なんか TikTok ライブしてるらしいね。らしいな。フォローしたんやけど、フォロー返ってけえへんし、多分、あの子は編集がないと面白く喋れないから、うん、別にまあコラボしたいとか思わないけど。じゃあ、天狗になってるだけやろ。キングが天狗になってんねや。うん、俺あんまりそれ天狗になってるし嫌いだから。まあ実力以上の評価は確かに受けてる可能性あるよな。さあさあ、じゃあ11時になったから一旦じゃあ俺も落ちてきて。は？帰ってきた。誰？え、ヤオタンじゃないの？ヤホタン。え？ヤホタンで、あのヤホタン知ってるやつ？
お前じゃ土屋に日韓勝てないよ。いや、さっきまで勝ってたから。ヨウタンや、よく見つけたね、新しいアカウント。ちょっと来ない。ブロッコリーやんのみたいに逃げてくんな、お前。ユタ滋賀県、俺滋賀県です。超ヤホタン物語、ユタ氏のところ行こう。いや、俺のところに、あれちょ、フォロー外れてた。ヤホタンフォロー返しました、すいません。これ上演する。いや、俺覚えてるよ、さすがに。いや、お前、ヤホタンって誰か分かってんの？ヤホタンって誰やったっけ？お前、マジで終わってる。俺、めっちゃ鮮明に覚えてるわ。配信者？いや、違うよ。うわ、やば。こっちの今のプロソンもやばい。こいつやば。聞いた今、ヤホタン。そろばんさんに忘れられてたから。あれ？いや、やってるわ、こいつ。ごめん。いや、なんか、見たことはあるのよね。じゃあもう無理もう無理あんのよ。ごめん、名前もちょっと変わってるよ。ごめん、じゃあユタ氏、ヤホタンについて知ってる情報を次々と述べてもらって。ヤホタンの俺の最初の出会いは、カヤクマ。カヤクマから俺のとこ来てくれて、ユニバとか普通に軽く投げちゃう。あの17とか違うアプリでめちゃくちゃ投げてる人。けど TikTok ギフレベ31ってことは、俺本若39でサブ若36やから、俺より投げてないってことで OK です。だから TikTok に概念ないねんて。あ、ポコちゃんか。ポコちゃん、ポコちゃん。まあ一応、ヤホタン友達に一応なっといた。よろしく。やばこお前やばっ。ゲベレセチュゲ。ヤホタン合ってるやんね。俺のタブンで。いやいや、火薬前やんね。確かね、ヤホタン。ヤホタンお前、えぐいほどユニマ投げる人で、この人。嘘。じゃあ、ヤホタンごめんやけど、ユタ氏にユニマ投げまくって、俺の日韓ランキング2位抜いてみて。やばお前言ってること。全然大丈夫、ヤホタン。お帰り。あげ足しかと、うん。いいよ、全然ヤホタン。どうした帰ってきた違うもんアップや飽きたなポコちゃん、まあ、俺ギフレベ31の人そんな興味ないわよろしく、うん、やばこいつこういうやつが一番あかんてギフレベで判断するやつ冗談だよあ大学生に言うことかあ大学生やったあんたすごいねヤホタン大学生でギフレベ31まで行ったいやそれはほんますごいよなんか仕事やってたのボンボンでしょまあいろいろやってるんじゃないいやそれはすごいわ大学生の時俺もう仕送りもらってたからお金なかったもんなあその時前にあの親のすねかじれて俺中学校からお金もらってへんかったけどね中学校から自分で仕事したけどね中学は卒業するために別に実家に暮らしてるもんじゃないよ普通はいや自分の携帯だとかさマジで結構厳しいな家庭親いませんやってヤコタンがあそうなんあごめんななんかごめんななんかは腐らないよ誰か入れてバトルしてもいいけど、なんか俺疲れたんやけどな。純奈が仕事頑張ってる。すごいね、ヤホタン。ユタ氏も来年にギュートレベル50レベル。お前らまた、お前らまた。ヤホタン、お帰り。あ、ユタ氏は弱み。またいつもコメントしてんだよ。俺コメントだけでも嬉しいからさ。ただいま。誰かがお帰りとでも言うと思ったか。吹いた。また帰ってきた。何？しかも多分めちゃくちゃ早く多分帰ってきてると思うよ。いや仕事じゃないの？仕事だってまた。プロソロと嫌や、プロソロと嫌。なあ、ヤホタ嫌だよね。これの方がいいわ。ちょっとユタ君がいいわ、無難だで。ちょっと勝ちたいもん。ユタ君って何？ユタ君。ユタ君って誰やねん。誰だ？当たり前だろ、会ったことない人に普通敬語やろ、お前らと違って下品じゃねえんだ、俺は。ゼロポイント早く。じゃなくて、下品ども。ユタ氏はユタ氏でいいんじゃない？ユタ君はちょっとさ。下品ども、下品ども。ほんと。日韓1位までは26.5。タトゥーが入ってて怖い。ヤホータン帰ってきて嬉しいな。ほんと。ちょっとみんなこれ無理だよ。これ本当に1回。これ本当に1回。これで俺仕事行かなかった。ちょっと、行ける人マジでここヒーローにさせてくれ。ポコちゃん戻ってたん？それとも、リアルが忙しかった。皆さん、行くよー。プロトロが迫ってきた。やだ、嫌い。いや、迫ってはないです。さっきから言ってんじゃねえか、お前は。迫ってはないよ、完璧ないみたいな。さっきも。吉津戦の、金貨の雨が、プロアイアム、かわちゃーんやばすぎる。まだ大丈夫、まだ大丈夫。これ最後。吉津戦の最後、ド派手にいきます。よしだよ日韓一行くぞあるモナカバランマ。白豚、うるさい。黙れ、モアイ像喋んな。モアイ像ってそんな悪口じゃないよ。黙れ、中卒喋。違う、中卒じゃないよ、しかも。おい、お前言ったな、今。ミュートです。ミュート、ユタシさん、あ、うん。中卒だ
中華の川ちゃん言っちゃったよ。僕より成り上がった。川原社長。川原社長は日本で一番かっこいい中卒です。愛してます。言っちゃったよ、こいつ今。途中で、こいつ、あ、やべってなって言い直したよ、こいつ。ネクストレベル企業の秘訣。食べないか。今日あの社長と山原社長の方を YouTube で読んでぜひ見てくださいね、皆さん。ロクリファイトクラブ、今日動画上がってみてくださいね。ありがとう。キロバランマ。俺もシェアするんでお願いしますね。いや、川原社長、投げようとしたけどやめとこう。ほんまごめんなさい。ほんまにごめんなさい。川原社長。ちょ、マジで、マジで、バトル、バトル、バトル。ガチですんません。みんな、無理ないように言った。あら、アイアム、ガワちゃん、わかりましたか？中卒ってワード出ましたよ、こいつ。常に言ってるって言ってるじゃないですか。川原社長、バナナありがとうございます。すんません。常に言ってるって言ってる。川原社長、です今、バナナ、ここ、あと 23.7 件で、どちらの3日を抜かして、おたたらめ1位いけるんですよ。いや、入れてくれ。ここ頑張れ。結構、まず、いきましょう。ごめんなさい、川原社長。モデたちが強いんだけど。いや、いくよ、ここ頑張れ。川原社長は、っていうことでも大丈夫。150億の企業と、じゃあ、だから大丈夫。どこだけ伸びるんだ、お前。はい、そして150億。フィルダーするんだよ、みんな。どうやろ人間1位かえるだけビクトリー何これ何ヤホタンで 117.0 って何す117ヤホタンヤホタンちょっと忘れる助けてヤホタン何え、ごめん、ごめん、え、ヤホタンもすごい、え、ごめん、ヤホタンがユニバーを投げてくださったの？いや、プレゼンボックス、ユニバーとクジラと、あとレオン。すげえ。やば。すげえ。すげえわ。え、しかも、ごめん、2倍入ってなくね？入った。ああ、入った。私を笑わせる。入った。入ってる。入ってる。やばすぎる。アイアム川ちゃんあかんって。違う。ダメだよ。アイアム川ちゃん、俺久々に今ね、会話できたよ、ヤホタンが。ヤホタンが。喋りかけるで、ダメだよ。ちょっと今回はステイしてほしい。今回は。黙れ。うん。今回は、ののあれ。お前さ、歌手お兄ちゃん聞いてください。今までも中卒って無事してますよ、だから、見ろって、お前。135万円の、やばい、今。135万円。検出されました、ちょっと待って。危ない。6秒で終了しまして急に出た。危ない、怖かった。すいません。135万円の資本から150億円のグループ売り上げ。はい、ネクストレベルホールディングス。はい、中卒でも。じゃあ、無理したい、もう。企業の企業。あんたはリワックス違うから、俺。川原良一君。次の残り40秒助けてくれ。今、セブチェスを踏み出せば、人生が必ず変わる。社長、ありがとう。社長、差し込んでくるよ、これ。川原社長すごいね。ヤホタン。絶対差し込んでくる。ヤホタンもすごいな、普通に。いや、川原社長、ユニバはやばすぎ、日刊一やばすぎ、やったやばすぎるんだけど。あと 21.2K3 だっこと。やばい川原社長、せっかく1位になったんだから勝ちましょうね。ヤホタンも差し込んでやめてほしいわ。久しぶりのヤホタンっていう人が強いですから。ヤホタン無理せんにいかない。頼むよ。頼むよ。ヤホタン嘘ヤホタン嘘でしょ勇気ありがとうマジで強すぎる強すぎるカーラ社長ガメガメガメガのヨウチャドヤホタン差し込み失敗おめでとうピッチューペソンナオドラドラサッチみんなあちょっとヤホタンにありがとうもうダメだありがとうマジでヤホタンミュートにして感謝します1位カーラ社長ユニバー2倍で1個差し込みで2個やばすぎます俺ほんま今日日刊1位取る流れですかこれ土屋くんの誕生日俺1位取る流れですかマジありがとうございますさすがもう成り上がった社長に一生ついていきます X さんも川原社長もマジで大好きです春木海さんとも一緒に飯行けるその瞬間待ってます本当にありがとうございました社長大好きですそしてハチもヒロも、モナカちゃんもみんなまとめて、ヤホタン差し込み失敗おめでとうビクトリーうわ、出た。もうそういうこと言うからさ、お前さ、人減っていくんやで、お前。来いよ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 、ヤホタンうわ、最低こいつほんまに。
本当。サイアンドフォー。こういうやつが一番嫌いよ、やっぱり。でももうありがとうございました。もう俺はもう本当にへこむから。お前22歳でこんな投げるやつおらんよ。ごめん、22歳なん今。そうやで。今22歳。うん。大学4回生なのかな。やばすぎ、やばすぎ。いや、22でそれは。だってこの一戦で100件使ってるんやで。いや、すごい、すごい、ごめん、ごめん。22でそれはすごい。川原社長もやばいで。ありがとうございます。もう、川原社長。かっこよすぎるな、川原社長。さすがやな。キャッホー最悪や。でも今日マジで7時から上がるんで、ぜひ見てくださいね。これはマジ。あ、土屋くん、すいません。ごめん、息してないと思うけど、ちょっと追加で情報言うんですけど、僕 1.3M で、土屋くん 1.2M で、101.5K 差開いてます。ね、デリカシーがないね、確かに。OK、です。ね。何気にせずに、フォロー外してほしい。はい、フォロー外してほしい。何か言ってんの、豊島くん。今日7時から、社長ワイドクラブがあるから見てね。あ、あんたも出たんだ。それは見なあかんな、普通に。だって、今日7時から、今日7時だぞ。川原社長がネクストしてる。それで言うってことは自信あるんだろうね。いや、自信あるっていうか、いや、俺も、いや、それはもう見てほしい。豊島聞いて、豊島聞いて。川原社長が、ね、ネクストレベルっていう会社を作ったで、その上で、社長ファイトクラブっていう企画を、春木海さんと一緒に立ち上げたわけだよね。で、その企画に豊島は呼ばれたわけだけど、ね、豊島は1コインも全然投げてもらえなくて、俺のとこでユニバーいっぱい投げてもらって、川原リカシーのがいい。だから、俺が社長ファイトクラブで全然ダメだったってこと。だからもう一回。言うなよ。機会があったら。誰が一人から見たいんだよ、それ。どういうことって。確かにお前の計算の速さはすごかったぞ。じゃあ言うなってさ、見たくないじゃん、7時からダメダメの豊島は。もう、何だダメダメかはお前が判断するが、よかったよって思うかもしんねえじゃん。いや、でもダメだったんでしょ結果、蓋開いたら。ダメじゃないよじゃ今言ってたやん。今ダメじゃないから、豊島くん。ヤオタンがフォローしてくれたんだけど。はい、ありがとう。ヤホタンさんがフォローしてくれたの。なんで？ヤホタンさんが土屋くんのことフォローしてくれた？いや、俺もヤホタンさんをフォローしてくれた。ありがとうございます。ヤホタンさん、俺、普通に尊敬してますから。いや、うちのトップギフター取るのやめてもらっていい？君ら。取るじゃなくて、ヤホタンさん、ありがとう。やめてもらっていい？ね、嬉しくない？うちに久々に入ってきてくれてさ、トップギフターさ、勧誘すんのやめてもらっていい？勧誘っていうか、お前ほぼ半年ぶりに帰ってきたのに、お前。ヤホタン、ありがとうございます。今日ずっとやってた。ヤホタン、ブロッコリーやめてね。仲良くしようね。やばい。でもさっき言ったよな、デリカシーないこと。ほい、こういう言ってたよな、こいつ。ヤホタンは22歳で若くして成功してるから、ありがとうございます。俺が冗談で言ったこととガチで言ってることの違いは分かると思う。何でも言って。そうだ、ヤホタンさん僕同級生なんで。もういい。あかん。もうすごい。尊敬。こんな同級生来るやんね。何フォロー外しとんじゃん、お前。お前がな、そういうひどいこと、デリカシーのないこと言うからな。まあ、俺に勝てるように頑張れ、ヤホタン。うわ、ほら、手のひら返し、えぐい。こういうやつなんや、ほんまに。大丈夫、ヤホタン。俺、もう一回フォローするから、ヤホタンが戻してくれたら嬉しいな。あ、リンちゃんもありがとうございます。皆さんフォロー。俺、心広いから。ありがとう。広くねえだろ、リンちゃん。てか、俺もう、マジで仕事行くわ。お、ヤホタン！え？え？何？ありがとう、友達になってくれて。うん。ちょろいな。ヤホタン、俺別にヤホタンと喧嘩したくないんだよ。俺、若くして成功してたんだよね。もう社長ぐらいやっぱ、お願いします。お前だよ、ふっかけてるの。やっぱ、結果を残してるのが本当に好きなんですね。どうも、日韓ランキング暫定1位のプロソロです。一番結果残して、ます。ありがとうございます。頑張ろう。TikTok 頑張ろう。ちゃんと声出して。ね、お前や。TikTok 一番。声出して頑張ろう。ないからお前や、一番結果残したやつ。ヤホタン、ほんまありがとうね。フォロー。ヤホタンのおかげでもう17件、俺全然今日配信してない。俺、今1時間ちょっとやで。もう。1時間ちょっとで17位っすか、ユタチョウ兄ちゃん。17位いんねんけど。すごいんだけど。強すぎるわ。豊島の兄貴は日韓入ったことあんまない。だから日韓最高97位、最高。よく入ったわ。ギリギリ入ったっしょ。マジ俺日韓とか入ったことないもん、ほぼ。最後の5分間。でも、いつか、刑務所に入ったいい人に出会いますよ。いや、もういいんですよ。コツコツ頑張っていく。コツコツやるのがいい。ありがとう。いいですよ。そう。それを一番初めに育ててくれた人には、おお、返す。返す。まあ、無理だと思うんだけど。返します。ありがとうございました。そういうのが大事なんですよ。レッドオン返すんですか？